今回は四国と中国地方のレトロ自販機巡りメインの旅、四国入りの時には個人的に最近は定番となっている現在唯一の夜行寝台特急サンライズ瀬戸に乗車します。今回は台車の上の車端部の特別なシングルの部屋です。早速乗車しましょう。同じシングル料金で天井が広いお得なお部屋になります。基本2階建てなので他の部屋は上にも寝台があって狭いのです。21時50分定刻通り東京駅を出発、四国の高松駅まで約9時間半の寝台特急の旅スタートです。出発前に東京駅でグランスタにあるステーションレストランザセントラルで夕食、かつて東海道線を走っていた特急の旧型客車の展望車や食堂車を再現した店内、牛ホホン肉のシチュー&カニクリームコロッケ2000円をいただきました。かつて北斗星などの食堂車での調理やメニューの監修を務めてきた料理長自慢のメニューがいただけます。食堂車風の店内でいただける鉄道マニアなら一度は入っておきたいレストランです。いつも通勤電車から眺める夜の車窓もサンライズから眺めると格別です。それでは明日に備えておやすみなさい。目が覚めると大阪駅あたりでした。大阪は運転停車のため乗り降りはできませんが、乗務員さんの交代のためにしばらく停車後再び走り出します。真夜中の東海道本線、山陽本線の眠れ駅をいくつも通過しながら西を目指して走っていきます。お腹が空いたので東京駅の駅弁屋祭りで購入した牛すきと焼肉弁当1250円をいただきます。甘辛の関西風すき焼きと網焼き牛カルビに真ん中に煮卵が入った美味しい駅弁でした。駅弁をいただくのも列車の旅の醍醐味です。今回は列車の中であまりカメラを回さなかったので以前の瀬戸大橋通過シーンになります。今回は高松に着いたら連絡船うどんを食べようと決めていました。連絡船うどんとはかつて昭和63年まで本州と四国を結んでいた船で、瀬戸大橋の開通で廃止された連絡船の中で提供されていたうどんのこと。現在では高松駅構内のうどん屋さんが連絡船うどんを名乗り営業をしています。かつてここを船で渡り、その船の中で食べられていたうどんを今では宇高連絡船に代わって瀬戸大橋を渡る寝台特急サンライズに乗って食べに行きます。数分の遅れをもって列車は無事高松に到着、四国の地に降り立ちます。はい、おはようございます。高松着きました。結構ひんやりしてますね。ジャケット1枚だとこれが昼はね暖かくなってくるんでしょうけど、まあ、天気はかなりいい感じです、まあ、いい旅行になりますように。で、紹介遅れましたが、今回同行してくださるのはダイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めての仕事なんで。あ、ね、そうかそうか。すごく完全に見切れてますね画面の中で喋ってここも見切れてます。あそこしっかり入ってます。あ、使ってますか。四国は楽しみなんで、よろしくお願いします。はい、連絡船うどん、しばらく休業してたんですけど復活してみたいなんでいただこうと思います。メニューは鶏天うどん、かき揚げうどん、肉うどん、きつねうどん、期間限定温うどん、冷やしうどんもあります。はい、こちらが550円の鶏天うどん、ナミです。大きな鶏肉の天ぷらに青いネギ、透き通った太麺のうどんがとても美味しそうです。前回訪問時は休業中でいただけなかったので、今回必ずいただきたかった一品。鶏の天ぷらはずっしりとした重みがあります。そして新鮮な感じの青ネギです。これは美味しいこと間違いなしです。いただきます。連絡船時代の連絡船うどんは作り置きだったのですが、今は注文が入ってから茹でているので当時に比べて美味しくなっているそうです。それでも当時は売店に行列ができるほどの人気だったそうです。
10月1日から営業再開していて、お客さんも戻ってきて、店内は活気にあふれていました。関西風の出汁で、ちょい薄めでスキッとした感じのスープですか。すごいボリューム、噛んだ瞬間にずしっとくるから、私は宇宙連絡船にも乗ったことがないので、船の中で味わってみたかったな。船の後半に出ていただくこともできたみたいです。流れていく海の景色を眺めながらいただくうどんはさぞかし美味しかったでしょう。大さんも鶏天ぷら。鶏肉がジューシーでうまいですね。初めて四国に来てるから食べて、こんなに太くて四国にして美味しいよ。めちゃくちゃ長旅の後、塩を飲んでて、この日は10月29日でしたが、翌日に駅ビルの再開発のため、この連絡船うどんは11月末で閉店と発表されました。この時点では店内にも張り紙もなかったので、後でニュースで知って大変驚きました。今年1月からこのご時世のため休業しており、10月から営業再開したばかり。それからたった2ヶ月で閉店することになります。連絡船なき後、高松駅で本州から列車で旅してくる人を出迎えた連絡船うどん。残された時間はわずかですが、行ける方にはぜひ最後に味わっていただきたいです。この後は少し高松駅で撮鉄、関東では見られない車両ばかりなので楽しめました。顔が描いて四国スマイルステージ高松です。ここからは駅前の日産レンタカーで車を借りて車移動。今日一日は四国を回ります。香川県善通寺市の県道48号沿いに変わった自販機コーナーがあるので立ち寄ってみよう。テレビ番組のナニコレ珍百景でも紹介された、地元でも有名な自販機コーナーだという。この動画が良いと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所、コッシーでした。